リン駅は台湾台北市リン区にある台北都市運淡水新二線の早運駅。駅番号は R16。計画中の環状線が接続する予定。現在は廃線になっている台湾鉄路管理局淡水線のリン駅についても本校で述べる。当駅は中西路の南側、中山北路や分林地の間に位置する。淡水線のホームは中西路地と 福井佐尾寺口の間の公園の上にあり、環状線のホームは中世路の地下を通る予定である。駅名は、現在の地名と大鉄時代の駅名資源から命名された。島式ホーム一面二線の高架駅。環状線開通後は、高架駅と地下駅が混在する形になる。現在使用中の淡水線高架駅には二つの出入り口がある。 環状線地下駅の出入り口はまだ設計がなされていない。出口1は駅の北端、出口2は駅の南端に位置する。飛翔昼夜あや子飛翔昼夜彩り虹はモザイクの作品であり、本駅の非常階段の傍らに設置されている。作者は貧火人。当駅の出口1付近の中西路沿いと出口に東側の中山北路沿いには早雲市林ンバス停があり。 陽明山、科学教育館、呼吸、外総計、炎山、行天宮、台北駅行きなどのバスに接続している。国立呼吸博物院にバスで向かう場合は、出口1を出て直進し、中世路にぶつかったところにあるバス停が便利である。ありがとうございます。